私はミカ、30歳。私は夫の匠と結婚して2年目。まだ子供はいないので、夫婦2人の時間を大切に過ごしていました。匠の実家は会社をいくつも経営している資産家で、昔からうちの両親とはとても仲良くしている間柄でした。結婚後は私も専門職の資格を持っているので、お互いの存在を尊重し合いながら共働きをし、毎日充実した日々を送っていたんです。そんなある日、学生時代の友人ユキから突然連絡が来ました。ユキは昔から男たらしで、友達の彼氏でもお構いなしに誘うような人でしたから、正直返事をするかどうか迷っていたのですが、あまりにも久しぶりに連絡が来たので少し話を聞いてみることにしたんです。ミカ、久しぶり。あ、ユキ、久しぶり。急にどうしたの？あのさ、ミカの旦那って確かすごい人だったよね。お金持ちなんだって？え、ああ、うん。まあ資産家の息子だからお金には困っていないわね。やっぱそうなんだ。でも、それがどうかしたの？うん、別になんでもない。じゃ、また連絡するね。突然連絡してきて匠のことを聞いてきたユキ。ただそれを聞くためだけに LINE してきたのかなと私は少し不思議に思っていましたが、あまり気にしないようにしました。もしかしたらマウントを取りたかったのかも、そう思ったからです。しかし後にこの LINE は大変なことになるきっかけとなってしまったんです。それから3ヶ月後、またユキからいきなり電話がかかってきました。もしもしミカ、ちょっといい？ん？どうしたの？私、妊娠したの。え？そうなの？それはおめでとう。相手は誰でしょう？ミカのよーく知ってる人なんだけどな。え？そうなの？でもユキの彼氏には会ったことないしな。ふふふ、相手はね、あんたの、だ、ん、な。はい？だから、ミカの旦那との子供ができたの。いやいやいや、ちょっと待って。冗談でも言っちゃいけない冗談があるでしょ？ミカって案外鈍いのね。冗談だと思う？今、私と一緒にここにいるから、電話変わるよ。もしもし、ミカ？ごめん、俺。匠、どうしてユキと一緒なの？さっきのユキの話、嘘だよね。二人して私をからかってんの？ごめん、ミカ。本当なんだ。だから俺と別れてくれ。そんな。もしもし、ミカ？最近、旦那の帰りが遅かったりしたでしょ？出張も随分増えたんじゃない？それ、全部私と一緒にいたのよ。え？嘘でしょ？嘘じゃないよ。全然気づいてなかったんだ。そんな。どうして私の旦那なの？私に何か恨みでもあるの？だって、資産家の息子って言うからさ、将来、絶対にお金に困ることないし、安泰じゃない？だから、私の理想の旦那にぴったりだと思って。匠も明るい私といた方が楽しいってさ。ミカってなんか地味だもんね。ひどい、ひどいよ。この前の LINE は旦那の職業を聞くためだったのね。そうだよ。ちなみに不倫してたのはもっと前からだからね。もう半年前くらいから付き合ってたんだから。そんなに前から？これからは私が匠に尽くすから、ミカはさっさと別れてくれる？っていうか、別れるよね。こっちには子供がいるんだから。私は匠とこれから生まれてくる子供と幸せな毎日を送るから。ひどすぎる。こんな仕打ちってないよ。ごめんね。なんて謝る気ないけど。じゃ、そういうことだから。ミカは荷物をまとめて出てって。その家、これから私が住むんだから、さっさと離婚届書いて消えてね。私はユキに言いたい放題言われて、返信する気力さえも失ってしまいました。何もする気が起きず、ただひたすら匠とユキが不倫したということを頭の中で
ずっとぐるぐる考えるばかり。考えたところで不倫したという事実は何も変わらない。どうして私の旦那が奪われなきゃいけないの。しかも子供まで作って。匠を心から信頼していた私は立ち直ることができませんでした。私は匠と顔を合わせたくなくて、その日のうちに実家に帰ることにしました。両親にすべて打ち明けると両親は激怒。匠の両親にすぐに電話をかけていました。すると電話越しに聞こえるほど驚いていた匠の両親。そりゃそうですよね。まさか自分の息子が不倫をしているなんて思いもしないですから。それからすぐに事態は急変しました。私の実家に匠とユキ、それと匠の両親がやってきたんです。両親は激怒していて門前払いしていたのですが、匠の両親がどうしても謝りたいというので、両親は仕方なく家にあげることにしたのです。私を見つけるなり、匠はすぐに私に土下座をしてきました。ミカ、不倫なんかして本当にすみませんでした。私はその突然の土下座に驚いていると、匠の両親が頭を下げてきました。ミカさん、本当にすまなかった。ご両親にも何と言ったらいいか。もういいです。早く離婚させてください。その代わり慰謝料もきっちり払ってもらうんで。ああ、慰謝料はきっちり払わせてもらうよ。子供もいることだし、すぐに離婚の手続きしましょう。あ、ミカ、まだそのことは。ん？子供？ミカさんたちに子供はいたかね？いえ、私じゃなくてユキニです。匠との子供を妊娠したそうで、私がそこまで言うと匠のお父さんは血相が一気に変わりました。匠はまだ自分の両親にユキが妊娠したことを伝えていなかったのです。匠のお父さんは顔を真っ赤にしてユキのお腹に目をやり怒鳴り始めました。子供を妊娠したなんて聞いてないぞ。実はそうなんだ。だから離婚を。なんてことだ。お前はそれでも俺の息子か。会社の社会的信用はどうするんだ。こんなこと絶対に許さんぞ。でももう子供ができちゃって。そんなの知らん。親の持ち家にただ同然の家賃で住んで、資格持ちの奥さんとの共働きだからこそ今の生活が成り立ってたんだぞ。それをだらしがない。いいか、今後は一切私たちはお前たちに手を貸さん。お前などもう息子でも何でもないから、どこへでも好きなところへ行ってしまえ。お父さん、ちょっと待ってくださいよ。そのまんまの意味だ。家も出て行け。会社はクビだ。支援も一切しない。それから俺をお父さんなんて気安く呼ぶな。そんな。でも私のお腹の中には匠の子がいるんですよ。子供に罪はないですよ。そうだよ。それに父さんの支援がないと俺たち。そんなの知ったことか。いいか、確かに子供に罪はない。だけど親は二人揃っていい大人同士だ。不倫が悪いことだと分かってるんだから完全に有罪じゃないか。不倫してそれでもなお俺の支援を受けれると思ってたのか。だってそんな、私の夢見てた理想の暮らしが。それからの手続きはトントン拍子で進んでいきました。私は無事に匠と離婚。さらに慰謝料も匠の両親が立て替えをしてしっかりと払ってくれました。匠とユキは最後までお父さんにしがみついていましたが、お父さんはそんな二人を振り払って最後まで私に頭を下げていました。それから数ヶ月経つ頃には離婚の心の傷はだいぶ癒えていましたが、それでも匠とユキの裏切りに対するモヤモヤした気持ちや仕返しをしてやりたいという思いは残っていたんです。しかしそれから半年後、匠からいきなり LINE が来ました。私はそこで衝撃の事実を知りました。ミカ、
久しぶり。今さら何の用よ。俺さ、やっぱりミカじゃなきゃダメだ。もう一度俺とやり直さないか。はあ、何言ってんの。ユキと仲良くやってたんじゃなかったの。別れたよ。それがさ、子供が、生まれた子がさ、俺の子じゃなかったんだ。え？そうだったの？俺とユキの血液型じゃ生まれてこないはずの子が生まれたんだ。ユキに白状しろって迫ったら、その当時俺と二股かけてた男の子供だって。けど俺と結婚すれば金に困らないだろうと思ってミカから俺を奪ったって。そうなんだ。匠も騙されたんだね。ショックだったでしょ、子供が自分の子じゃないなんて。ユキのせいで立場もお金も失っちゃって、さぞかし辛い毎日だったでしょうね。ミカ、分かってくれるのか。じゃあもう一度俺と。うん、やり直そうか。なんて言うとでも思った。頭おかしいんじゃないの。お気の毒にね、匠。天罰ね。なあ、そんなこと言うなよ。俺にはやっぱりミカしかいないんだ。そんなこと言わず、もう一度俺と。嫌よ、絶対に嫌。本当に間抜けね。まんまとユキに騙されちゃって。でも自業自得でしょ。頼むよミカ。俺、親にも見放されて、もう明日食うものにも困ってるんだよ。あっそう。あんたなんてもう赤の他人だから、どうなろうと痛くも痒くもないわ。ざまみろ。じゃあね。私はここで LINE をブロック。その瞬間、思わず吹き出して笑ってしまいました。匠に天罰が下り、本当にスカッとしていたんですが、実はさらにスカッとする出来事があったんです。数日後、さらにユキからも LINE が来たんです。ねえミカ、お願いがあるの。今さらよく私に連絡できたわね。匠と別れたんだって。他の男の子供産んだんだってね。あんたってほんとずぶといわね。知ってたんだ。ねえミカ、慰謝料たくさんもらったでしょ。私に貸してよ。はい？なんで貸さなきゃいけないのよ。人の旦那を泥棒したくせに。それは本当にごめん。謝るから。だからちょっとでいいの。本当にお願い。私ね、匠の両親から訴えられてるの。会社の名誉に傷をつけたって。それから匠を騙したって。へえ、そりゃ大変ね。私、親からも感動されちゃって帰るところもないの。子供のミルクやおむつも十分に買えないの。ねえ、お願いよミカ、頼めるのあんたくらいしかいないの。そうなんだ、ミルクもおむつもね。じゃあ子供の本当の父親にでも泣きついたら。だってその人も既婚者だから、もしバレたらまた慰謝料請求されちゃう。生活すらできないのに、どうしたらいいのよ。それは大変ね。きっとさぞかし困ってるでしょうね。子供のミルクやおむつも買えないなんて。毎日が地獄のような日々でしょうね。なんてかわいそうなの。え、ミカ、じゃあ助けてあげる。なんて言うとでも思ったわけ。ふざけんじゃないわよ。あんたも匠も自業自得。せいぜいドラマチックな人生を送りなさいよ。お願いよミカ、お願いだから。絶対に嫌。天罰よ。ざまあ見ろ。じゃあね。ここでユキもブロックしてやりました。まさか二人とも揃いも揃って地獄を見ているとは。この時は本当に胸がスカッとしました。匠はカツカツの生活に困り果て、何度も両親に頭を下げているそうですが、未だ許してもらえず、支援はもらえてないと友人から聞きました。ユキは私への慰謝料や匠の両親への慰謝料などが重なり、膨大な額の借金を背負ってしまったそうです。幼い子供を抱え、朝から晩まで働いていたそうですが、しばらくするとまるで夜逃げでもするようにどこかに蒸発してしまったとのことです。
私は旦那を奪われたことはショックでしたが、やすやすと不倫する夫ともさよならすることができて、今では結果オーライだと思っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。